これで今日のレッスンは終わります。お疲れ様。ありがとうございました。あ、高取さん、話があるからちょっと残ってもらえる？自分ですか？別に構わないっすけど。それじゃ私たちは先に戻ってるね。で、なんすか話って？それはこっちのセリフよ。他の3人と喧嘩でもした？別にそういうわけじゃないっすけど、多分自分のやり方が気に入らないんだと思います。でも今に分かってもらえますよ。高取さん、いい機会だからダメ出しをしてもいいかしら？ダメ出し？どこがダメでした？あなたには声優としての技術がある。声もいい、キャラクターがあるし、センスもある。ベタ褒めじゃないっすか。参ったな。でもあなたには致命的な欠点がある。自分の欠点って何ですか？高取さんの欠点は周りが見えなくなること。周りが見えなくなる？あなたは何事にも一生懸命、それはとても素敵なことよ。でも頑張りすぎて周りが見えなくなる。アテレコのレッスンでも一人でセリフを言うのは問題ない。でも誰かと一緒に会話したり芝居したりするのがまるでダメ。もっと周りに合わせろってことっすか？無理に合わせろとは言わないわ。でもね、ちょっとだけ弾いてみたら？ちょっとだけ弾いてみる？そう、ちょっとだけ弾いてみると視界が広がる。今まで気づかなかったいろんなものが見えてくる。大切なものが見えてくる。大切なもの。ただいま。あ、マイカちゃんが帰ってきた。遅いよ。シホ、お風呂入れてきて。了解、30センチね。待ってないで先に入ればよかったのに。私たち考えたの。30センチでも肩までゆっくり浸かれる方法。みんなで一緒にお風呂に入ろう。ん？一緒に？そうすればお湯が増えるでしょ。30センチでも座ったまま肩まで浸かることができる。どう？いいアイデアでしょ。お湯入れてきたよ。ありがとう。それじゃみんなで入ろう。みんな嫌じゃないの？嫌って何が？節約だよ。昨日まであんなに嫌がってたじゃん。しょうがないよ、マイカがあんなに頑張ってるんだから。マイカちゃんだって私たちのことを思って節約してくれてるんだもんね。みんな。ちなみに9時で消灯しても大丈夫。実家から大量にろうそく持ってきたから。ろうそくで生活するのもムードがあっていいかも。もういいよ。もういい。もういいって何が？ちょっとだけ弾いてみることにする。ねえ、どういうこと？わかるわけない。お風呂のお湯30センチじゃなくていい。無駄に溢れさせなきゃいいよ。消灯時間も決めない。無駄遣いさえしなきゃそれでいいよ。え、本当に？正直めちゃくちゃ助かる。
どこをどう節約するか、みんなで話し合おう。みんなで決めよう。賛成。それがいい。でも今日は一緒にお風呂入ろうよ。すっごい楽しそうじゃん。うん、そうしよう。みんな仲良くだよ。あ、お母さんから電話だ。なんだろう。はい、もしもし。ほのかの実家ってどこだっけ。確か茨城だったよね。え、嘘でしょ。なんだ、ほのかちゃん泣いてる。